マルティニ・ヘンリーマーク4解説パート3。最後はブリーチブロックの取り外し。アクションボディ上後方にある、ブリーチブロックアクシズピンを外す。割りピンなので細い棒でそのまま押し込めばいい。最初にネジだと思って回しても全然外れないから無意味に悩んでたのは内緒だ。ピンを外したら、一度レバーを下げてブリーチブロックを開放状態にする。下がったブロック先端を指で押さえながら、そのままの状態でレバーを元の位置に戻すと、ブリーチブロックがせり上がってくるので、つまんで引っ張り出す。ブリーチブロック先端下部、つまりブリーチフェイスは無可動加工のため切り取られている。ストライカー及びスプリングも除去。ところで余談だが、マルティニ・ヘンリーといえば一般的にマーク1やマーク2のことを指す。このマーク4はアクションボディの独特なくびれと長いレバーが特徴でかっこいいのだが、そのほとんどが植民地軍や民兵に配備され、挙句インドやネパールに売却されていった。要は完全にいらない子扱いだったのだが、某バトルフィールド1で登場して以来、露出を増やしている。